こんにちは。本日はアトムさんの株主優待の紹介をしたいと思います。こちらの会社さんなんですが、東海地方を中心に展開する外食チェーンで、ファミレス、居酒屋、カラオケなどを経営するコロワイドグループの企業です。グループを含めてこれだけの店舗を展開している大手の企業です。株主優待なんですが、こちらのカードに株数に応じてポイントが年2回もらえます。年間で100株所有していると4000ポイント、500株所有していると2万ポイント、1000株所有していると4万ポイントもらえるようになっています。私は500株所有しているので、年間で2万円分のポイントがもらえています。このポイントなんですが、2通り使い方があって、1つ目が店舗で利用する方法です。自社店舗やコロワイド、カッパクリエイトの店舗で使えます。アマタロウ、ラパウザ、かっぱ寿司など有名なお店ばかりなので、このポイントを使うのに困るっていうことはないんじゃないかなと思います。2つ目が全国の特産品をポイントで購入する方法です。この特産品なんですが、こんな感じですね。前回は半期ごとにポイントが1万円分ずつ来るんですけど、それを1年間貯めて2万ポイントあったので、このサーロインステーキとこのしゃぶしゃぶ用のお肉を頼みました。でこっちは親に送ってしまったので、味どんなだったかわからないんですけど、このステーキは本当に美味しかったし、すごく大きくてびっくりしました。こちらの権利確定日なんですが、3月と9月の年2回です。100株所有するには1月14日現在103,500円必要となっています。配当利回りは 0.19% です。こちらのカードの中には1年間貯めた分の2万ポイント入っていたのですが、この間これを使って外食をしてきました。でその時の様子もお届けできればと思っているので、よかったら見てください。